はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ディオブランドです。さあ本日なんですが、時を止める、いや時をスキップしていこうと、思っておりましてですね、先日ね、診断でヤタガラスと一緒に禁止解除されまして、テラナイト・プトレマイオ選手、このモンスター ね2015年に禁止になって、で今帰ってきたんで、まあ約8年ぶりに、帰ってきたカードであるというところですね。で、このモンスター、その8年前は、どういう使い方をされていたかっていうと、メインでね、オーバーレイユニット3つ使って自分相手ターンに、ランク、5に、できるっていう効果があって、で、プットレマイオスの上にノバ重ねて、サイバードラゴンノバね、でインフィニティ出すとかね、プレアデス出すとか、まあそういう動きをして、なんかその、妨害を作っていたっていう感じなんですけども、現代遊戯王においてですね、この素材を3つ取り除いて発動するみたいな効果、これね、マジでね、あんま強くないです。正直、レベル4モンスター3体並んだらね、他のことした方が強いし、なんならリンクした方が強いし、ぶっちゃけね、やっぱね、3つの素材を使ってやる効果、これマジそんなに強くないですよね。で、現代遊戯王において、このインフレが進んだ環境で、何が、じゃあ、このモンスターの存在意義であるかと。やっぱり、この7個の素材を取り除いた時の効果なんですね。これどういう風があるかっていうと、自分のメインフェーズに7個の素材をこのモンスターが取り除くことによって、次の相手のターンをスキップするというガチでやばい効果があると。ちなみに今、マスターデュエル、ターンスキップって検索すると、多分上から5、6個ぐらい全部僕のドラだと思うんですけども、まあ、また伝説が1個増えるということで、まあ、このモンスターね、ターンスキップができるわけですよ。で、それを今回はやっていくという、構築というかデッキになってますね。はい。で、じゃあ、リュウさん、それ何枚コンボなんですかと。まあ、どうせ2枚3枚コンボなんじゃないですかという話なんですけども、1枚コンボですインフレ進んでましてね、手札1枚から今いけるようになってまして、まあランク4ができるハンドであればどうでもいいです、何でもいい、ランク4ができれば、まあ、今回はちょっと一応誘発貫通力とかもちょっと意識して、フォーマットスキッパーっていうね、このモンスターからランク4作っていこうというふうに思ってるんですけども、別になんかランク4できればいいので、なんかスクラップラプターとかなんか適当なレベル4のモンスターいっぱい入れてなんか特殊化するとかでもいいんですけど、一応フォーマットスキッパー の動きだけ説明すると、こいつ召喚します。で、1体で、サラマングレとアルミラベイルリンクス作ります。でベイルリンクスでなんだっけ、サンクシュアリ持ってきます。で、フォーマットスキッパーがリンクサイドして墓地を送られると敵からレベル5以上のサイバース持ってくるよって効果があるんで、これでパラレルシードをね、持ってきて、で、転生リンクするとリンク先にパラレルシード出てきてランク4っていう動きができるんですね。で、結構これなんでこの動き採用してるかっていうと、割とそのまずサイバネットマイニングっていうカードがうらら打ってくれる、相手がうらら打ってくれるから、まあフォーマットスキッパーとかの素引きしてればね、素引きしてれば結構動けるっていうところと、レベル1だから特殊召喚できるから、ワンフォーワンにも、まあ、うららとか増持とかね、そういうの打ってくれるし、で、誘発貫通力がある、割とまあパラレルシード素引きしてると意外ともうポンって出せるし、スクラップラプターとか使っちゃうとなんかラプターを止められた瞬間にもう終わりなんですよ、ランク4出ないんで。なんで、まあそういう誘発貫通力みたいなのをちょっと意識して、まあ今回はこのサイマレットマイニングとかワンフォーワンとかからフォーマットスキッパーを展開して、フォーマットスキッパーでまあ並べていくみたいな。でレベル4も2体並べたらどういう動きするかっていうと、ダランベルシアン出してね、レベル4もね3体並べる動きするんですね。ダランベルシアンがちなみに出る場合ってサーキュラー使ってなければ、ダランベルシアンでサーキュラー持ってきてっていう動きすると、そのレベル4が3体並ぶんですよ。でレベル4が3体並んでデルタテロスを出したとこからこのデッキが始まります。デルタテロスのこの、3番の方が、このカードがフィールドから墓地をくれた場合に手札デッキから出ないと特殊がするっていう効果が名称してないんで、一生デルタテロスの効果を使い回すことによって、その盤面にめちゃくちゃモンスターを並べて、で最後にやることは、テラナイトセイクリッドっていうカードをサーチしておいて発動し、レベル4のモンスター5体で、セイクリッドカドケウスを出すっていう、まあ、この動きですね。まあちょっと動き方はちょっと、まあ、ある程度複雑なので、見ていただければなと思いますので、早速一番初のターンスキップやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ナブラ引いてるときはいけんだっけな。あ、ちょっと待ってくれ。いや、ダイヤ引いて落とせばいけるか。サイバレットマイニング発動。このナブラ切る。で、手札に加えたいサイバース族モンスターを何らかの、まあ、サーキュラーかなと、見せかけてフォーマットスキッパーとかいうダリアネモンスターを、まあ、クソリッキ界隈ではこのモンスター結構有名なんですけども。さあ、フォーマットスキッパーに無限包囲を打って、なんかチェーン的に増殖する G っぽいですね。
ゴキブリなんじゃないかという話はありますけど、これ無限包囲打ってくれてありがたい。あー打てないか。これ無限包囲をちなみにするためにね、こういう効果、まあ、無駄打ちして誘発打たせたいんですけどね。基本的にはフォーマットスキッパーは結構意外と誘発打ってくれるからで、ベイルリンクス、チェーン1、フォーマットスキッパーで、チェーン2ベイルリンクスで、ベイルリンクスに無限包囲を打って打てない。なるほど、ゾウジーか。じゃあゾウジーだな。とりあえずパラレルエクシードは出すわ。さあパラレルエクシード爆弾。あ、これちなみに一応転生リンク召喚すると一応パラレルエクシード持ってき、あーはい、危ない。まあ、とりあえず墓穴転生リンク召喚してパラレルエクシードをフォーマットスキッパーで持ってこれるんで、で転生リンクした瞬間にパラレルエクシード起動できるんで、まあ、一応1枚ちょうどです。フォーマットスキッパー1枚から動けるようになってます今。はい、でパラエクを爆弾させてほいと。さあそしてサラマグレートサンクチュアリ持ってきてからのスキッパーからのパラレルシードで、パラレルシード特殊が成功した場合の効果と、まあ、本来であればここでサーチしてきて後で出すんですけど、まあ、今回ちょっと引いてたんで、引いてる場合は誘発召喚からパラレルシードもいけますからね意外といける。でパラレルシードで圧倒的ダンブル支援を出していく。で、月神の盾の効果によってデッキに戻りながらダランベルシアンの効果、オーバーラインを2つ使うことによってデッキから残機カードを1枚を手札に加えることができる。これによって残機サーキュラーを手札に加えていく。はい、そしてデッキの一番下に置きましょう。残機サーキュラーの効果発動、残機モンスターを1枚墓地送って自身を特殊召喚。これ何がしたいかというと、レベル4モンスターが盤面に3体並べばどうでもいいんですよ、結構。何でもいいんですけど、レベル4モンスターを3体並べるというギミックを成立させてます、今。はい。で、残機方程式。で、残機方程式を爆発させて、自分の墓地から残機モンスターを特殊召喚。レベル4のモンスターが3体来ると言えば、デルタテルス。レベル4のモンスターが3体でオーバーレイエクシーズ召喚、現れよデルタテロスで、デルタテロス効果発動、フィールドのカードを1枚爆発、自殺した場合の効果フィールドから離れた場合の効果発動、テラナイトアルタイルを特殊召喚、アルタイル効果発動、特殊召喚に成功した場合デルタテロスを特殊召喚。ちなみにデルタテロス君のこのフィールドから墓地に送られた場合の効果みたいなやつにターン値制限がありません。でデルタテロスとアルタイルを、リンクワーカーセットしてサーキットコンバインイゾとルゼ出していく。そしてイゾとルゼさんの効果を、チェーン2の方がデルタテロスチェーン1、イゾルゼの効果チェーン2で発動。これ次のアタッカーを持っていきましょう。これ何でもいいんですけど、まあ一応シリウスが入ってるんでシリウス持ってきて、そしてデルタテロスの効果、デルタテロスの効果によりさらにデッキからテラナイトモンスターをリクルート、さらにリュナの効果発動、テラライトカードを手札に加えていく。さらにイゾルデの効果発動、装備カードを4枚持ち送って、まあ、ちなみに展開はそこそこ長いです、すいませんそこそこ展開は長いのでよろしく。でウヌクを特殊召喚、そして執念の剣の効果、さらにウヌクの効果、ウヌクの効果によってテラライトモンスター1体を墓地へ送ることができるため、テラライトアルテアを墓地へ送っていく。これ後で出てきます。そして一旦リンク、あ違う、なんか俺旧イラストの方だってな、新イラストの方にしてこよう。トロイメアユニコーンをリンク召喚して、白紙の効果吐きで、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚、現れよセイクリッドカノケウス効果発動、さらに自分の墓地のアルテアの効果発動だ。アルタイルとアルテアの効果を発動。ん？あ、違う。ちょ、やかましいな。ちょ、アルテア君が出てくるという方の効果。これ大丈夫だよ、これね。回収できないじゃないよね。回収、あ、できるわ、これ、ね。で、アルタイルからのアルテアの、あ、これ効果挑戦。で、自分の、フィールド上のセイクリッドカドケウスの効果発動。カドケウスの効果によってシェラタンを除外し、召喚時の効果をコピー。これによってシェラタンの召喚時効果、セイクリッドモンスターを手札に加えていく。さらにセイクリッドカドケウスを特殊召喚、そしてカドケウスの効果発動、
デッキからセイクリッド魔法トラップカードを1枚を手札に加えることができるため、これでセイクリッドテラナイトを手札に加えていく。さらに、甘かけるテラナイトを発動。カドケウスをデッキに戻し、デッキからベガを特殊召喚。そして、ベガ特殊召喚成功時、効果発動。手札に、あるアルタイルを特殊召喚し、テラナイトセイクリッドを発動。自分の墓地のテラナイトモンスターを特殊召喚。来ました、レベル4のモンスターが5体来るぞユーマー。うわー、もう一回セイクリッドテラナイトセイクリッドカドケウスをエクシーズ召喚。そしてセイクリッドカドケウス1体でオーバーレントアグを再構築、エクシーズ召喚、ランクアップ、エクシーズチェンジ、アラーレオセイクリッドトレムスメシエ7。さらにテラナイトセイクリッドの効果、メシエ7のランクをダウン、ランクダウン、エクシーズチェンジ。全員イラストが似すぎててどれか分かんないぜ。いけテラナイトプトレマイオスカッコ7素材。遊戯終わった。遊戯終わった。遊戯終わった。さあオーバーレッドアコ7個墓地送って相手のターンをスキップ。プトレマイオスの効果は一応発動するか。素材を供給。これでちなみに、エンドフェーズを宣言すると僕のドローフェーズになります。ターンチェンジ、はい、ターンがスキップされます。くさ。ですね、これでキルを取ればいいんですけども、あとはセイクリッドテラナイトセイクリッド効果によって、まあ、一旦プレイヤーで出しまして、はい。で、プレイヤーデスの効果発動しまして、プトレマイオスを、墓地を送ってこれで回収しまして、もう一回発動します。あ、これあとはもう8000打点作ればいいだけなので、まあ非常に簡単なお仕事という話なんですが、でデルタ出して、でじゃこいつね、特殊召喚するとエクシーズしか殴れなくなっちゃうんで、はい。でシリーズ効果、5枚カードを戻して、ワイワンドロー。これちなみにね、戻す効果あるからね、多分ね、結構ね、工夫すればね、また多分もう一回プトレマイオスでターンスキップができると思います、おそらくね。バトルフェーズいきます。もうなんかめんどくさかったんで普通に満喫しますけど、はい、対戦ありがとうございました。これが遊戯王です。遊戯王って楽しいですね。まあ相手のデッキ何一つ分かんないんですけど。相手のデッキなんだよ。これワンチャンあれなんだよな、ランク4ビートでもあるからさ、なんかもうちょっとランク4の強いやつ入れたら普通に戦えそうではあるよな。なんかこのハンドもまあ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 みたいな、まあ、割とまあまあみたいなとこあんじゃんこれ。だからさ、なんか意外といけるのかもしれない、その普通に。あ、ピュアリーね、はい。暗黒界セルリ何。何やべ、なんかちょっと独特なムーブをしてくる可能性あるのこれ。もうちょっとランク4系のモンスターちょっと強そうな感じで入れていくと、なんかクソデッキなんだけど、なんかちょっと普通に戦うこともできちゃうみたいな、クソデッキの割にまあまあ実用性あんねんみたいなデッキにね、なる可能性結構ありますよね、このデッキ。はい、ちょっと今回は割と先行に頑張りしてるんであれですけども、まあ結構ねパラレルシードとかは普通に貫通力あるしね。で戦士とも2体並ぶんでイゾルテとかね、出るからパラレルシード結構出せるんでね。だからまあ残機ちゃんと入れられれば、普通にサイバース系のモンスター入れてなんかアクセスコードとかまではできるかなっていう気はするんですけどね。さあピュアリーブラウ、なるほど。まあちょっととりあえず暗黒界のセルリーが謎。おお、すげえ展開力だなおい。お前のピュアリー、そして全員当たってるけど調教してる、スカルデッド、スカルデッド、どういうこと。4枚ドロー、3枚戻しの効果ありますが、やばい、なんか全然知らねえ、何これ新しいピュアリーの型なんか開発されました、もしかして。全くわからない動きしてるんですけど、なんか4枚ドローしてなんかすごいこと起きるんですか。ハッピーメモリー、はい、なるほど。でさらに吸収していくハッピネス、まあこれでノワールは確定ね。
あ、ハピネスのことまだ使ってなかったんか。あ、ハピネスじゃんあれ。え、どういうこと。え、あ、そういうことか。なるほど、セルリを吸収。はいはいはい、なるほど。あ、プリティメモリーの方がね。え、そのマイクレンド行っちゃったけどいいの。マイクレンドなんかどっか行ったけど大丈夫。リプロドクス。え、わからん、わからん、何これわからない。なんか一回なんかゴーストリックの打点使かなんかで特殊勝利されたことあるんですけど、これピュアリーでなんかゴーストリックの打点使になってます。戦士族ランクアップ、マジックアストラルフォース。え、ちょっとマジでマジ何これ。嘘。驚いたね坊や。くしきも同じ構えなんだけど。え、ピュアリーから出せるのそれ。なんだその地獄みたいな展開。どういうデッキだよそれ。どうなってんだこれ。なんだこの謎デッキ。なんだこの謎デッキ。強すぎるだろ。しかも回復、お互いに回復してからワンキルそれだと取れないんだ。2100殴ってはそういうこと。やばい、ちょっと想像も絶するモンスター出てきてびっくりしちゃった。